ハトモユのモユルラジオ。ラジオの向こう側の皆さん、こんばんは。改めもはゆう。深夜24時を迎えたシンデレラタイムのこの時間、ハトモユのモユルラジオ、略してモユラジのお時間がやってまいりました。この番組ではアニメゲーム大好きなアーティストハトモユがお届けするアニメカルチャーに特化した音楽ラジオ番組となっております。皆様からのお便りのご紹介、リクエストコーナーを交えながらのんびりとこういう30分間を過ごしていけたらなと思っておりますよ。ハトと一緒に深夜の燃えるひとときを過ごしませんか。はい、というわけで改めましてもはゆう、ハトモユでございます。第139回目の放送がスタートいたしました。はい、ということで、まあね、本日は6月の第3週目ということで、6月の21日放送、まあ、日付変わってるので22なんでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうかね。え、関東圏はいつまで経っても梅雨入りがせず、気づけばまだ夏は来ていないと私は信じてるんですけど、夏は来ていないはずなのに30度超えとか、最低気温ももう25度とかになっていて、これからどうなっちゃうんでしょうねっていう感じでございますが、皆様体調など崩されていないでしょうか。なんかさ、こう暑いだけならいいんですよ。天気もすんごく良くて暑いだけだったらいいんですけど、最近ちょっとゲリラ豪雨が多すぎてですね、気圧の変化がジェットコースターというか、それでね、体調崩されてる方も多いんじゃないかなと思ってまして、この間たまたまニュースを見てた時にね、偏頭痛は甘く見ちゃいかんみたいな、そんなニュースだったんですよ。で、私もこの年になってから偏頭痛持ちになっちゃったんですよ。もうね、何にもなかったの、今まで何にも体の痛みはどこもないみたいな感じだったんですけど、たまたま普通に生活をしてて、もうね、頭がね、割れるほど痛くなっちゃったわけで、もう吐き気も大変だしみたいな、立ってられないし、寝ててもいいことないしみたいな、で歩くだけでもこうね、脳みそが震える感覚ってわかります？ちょっとね、とあるアニメのキャラクターが脳が震えるみたいなこと言ってた気がするんですけど、まさにそんな感じで、こう脳がチャプチャプなってる感じが頭の中でするというか、本当にね、具合悪くなっちゃったんですけど、まあ気圧の変化ももちろんあるし、こう年齢重ねていくにつれて偏頭痛が出てきちゃうみたいな人もいるので、ちょっと今の時期ちょっと苦しいんじゃないかなと思ってはいるんですが、どうか皆様ご無理をなさらずお過ごしいただけたらいいなと思っております。ちょうどね、こう6月の22になりまして、土日ちょっと天気があまりよろしくないよっていう感じだったので、もしかしたら梅雨入りしてるんじゃないかなと私は期待しているんですが、本来だったらね、6月の頭ぐらいに梅雨入りしてさ、それこそ7月の中旬とかぐらいにもう明けてる印象なのでね、もう6月終わっちゃうじゃないですか。こんなこと言いたくないですけど、上半期が終わるんですよ。どう思いますかっていう感じでございまして、どうしよう、カレンダーめくりたくないなと、このマイク前に置いてあるカレンダーを見つめながら今お話ししてるんですけど、皆様の上半期はどうだったんでしょうか。ちょっとね、もゆらじはちょっとこう舞台が続いたりとかいろいろしてお休みがあったりもしているので、この月に2回のね、すごく貴重な時間を無駄にしてしまっているなと思って、非常に心苦しい部分はあるんでございますが、まあそんな中でもね、ラジオはこう続けさせていただいておりまして、結構ラジオ充実した上半期だったなと私は思っておりますよね。もう年明けてすぐにずっと舞台やってて、4月末ぐらいまでも舞台付けで、上半期はあと5、6しかなくて、5月は休もうと思ったけどいろいろあって休めなくて、でものんびり自分でやりたいことやらせていただいて、トークイベントも出て、で6月に入りまして、またトークイベント出演させていただいて、こうラジオも出演させていただいてるっていう感じなので、コンスタントに自分が向き合うべきお仕事があったなーっていう上半期でございました。まあね、まだ第3週目なので
上半期振り返るにはまだ早いよって人も多いと思うし、私も上半期終わるっていう言葉を聞いてそういうこと言わないでってずっと思ってたんですけど、まあなんかねこう振り返った方がいい時もあるので、まあ、こういう機会があるのでちょっと振り返りましたが、まあ、よかったら皆様の上半期エピソードもぜひ教えていただけたらいいなと思っております。それかね、あの下半期へ向けての意気込みとかでもいいですよ。私はまだちょっと決まってないんですけど、もしかしたら今日6月の22になっちゃいましたけど、6月の21日でしたよね、金曜日で、もしかしたらお知らせが上がってるかもしれないなと思っているので、また下半期になったら皆様とお会いできる機会がありそうだよということだけぼそっとつぶやいて、そして7月のね7日、一応私活動を始めたのは7月7日になってるんですけど、まあ多分何周年みたいなのは特にないけど、7月の7日にね市川うらら FM のその局の近くで猫ショップみたいなのがオープンするんですよ。またこれもね詳細をどっかで私アップしようと思ってるんですが、そのねオープニングイベントがねあるかもしれないんだって。だからそれちょっと私その日ねもうピンポイントで行けなくて本当頭抱えてるんですけど、今マイク前にしてこの自分でこの話してるのに頭抱えてるんですけど、ぜひそのイベントにも皆様足を運んでいただけたらいいなと。猫好きの方もぜひぜひ、猫が好きじゃなくても動物好きな方ぜひぜひって感じなんですけど、またお知らせしようかなと思っておりますので、ぜひ私の X 旧 Twitter をもゆはとうで検索したら秒で出てきますので、アルファベットでね検索すると出てきますので、ぜひぜひチェックしていただけたらいいなと思っております。イベント情報ほかいろいろはホームページに随時アップしていきますのでよろしくお願いします。はい、ということで今夜は私と一緒にチャップリンを深掘していきましょう。あなたのおすすめアニソン芸尊コーナー。はい、このコーナーではリスナーの皆さんからいただいておりますアニソン芸尊のおすすめ曲をご紹介するコーナーでございます。今宵は一通ご紹介してまいりますが、ちょっとねこのお便りいただいたの結構前なんですが、そのあなたのおすすめアニソン芸尊コーナーにそのお便りにすごくたくさんおすすめの楽曲を記載していただいて、そのエピソードもめちゃめちゃ良かったので、ちょっといつになるかわからないんですけど、こう小分けにしてご紹介していこうかなということで、送った人からするとあれ短いって思うかもしれないんですが、後々ちゃんとご紹介してまいりますので、回を分けてこの素敵なお便りをご紹介したいので、ちょっとしばらくお待ちいただけたらいいなと思っておりますという前置きはさておき、ラジオネーム MS11 さんからいただいております。ありがとうございます。加藤ちゃん、皆さんこんばんは。こんばんは。加藤ちゃん、お芝居お疲れ様でした。このメール、年末また新年に読んでいただけると嬉しいなと思い入力しています。ごめんなさい、上半期が終わりそうです。はい、で2023年はとても悲しいことに素晴らしいアーティスト、シンガーの皆様が旅立たれました。エンタメバカの私は本当に最悪な年でした。今回素晴らしいアーティスト、シンガーの皆様を明るく忍びながら多数の楽曲からアニソン4曲をピックアップしておすすめさせてくださいということで、4曲もいただいてたんですよ。でちょっとそのやっぱり私も今はねちょっとお芝居とかやらせていただいてますが、もともとはシンガーとしてアーティストとして活動していた身として、本当に2023年は同じく最悪な年だったと思ってるんですよ。と言いつつ2024年も大概だなと思っていて、結構亡くなられてる方が多いという印象でございます。なのでちょっとこの4曲を一気にお届けする、あとはその4曲の中から厳選するというのも非常にもったいないなと思ったので、この全部ピックアップがね亡くなられた方を偲ぶための、亡くなられた方が作られた楽曲だったりとか歌われてる楽曲だったりっていうのを4曲ピックアップしていただいたんですが、そのお人柄だったりとかその方についてもちょっとご紹介したいなということがありまして、今回はそこにフューチャーして私のおすすめの楽曲も追加させていただいたという感じでございます。はい、ということで1曲目からご紹介しましょうね。で1曲目はカンさんでございます。皆様ご存知なんじゃないでしょうか。でこちらでご紹介していただいたおすすめの楽曲は雨にキスの花束をということで、アニメやわらのエンディングテーマとなっております。
で、ご存知アニメはやわらのエンディングテーマとなっておりまして、今井美樹さんが歌って話題になった一曲です。アニメ作品はコテコテの日本舞台の柔道青春恋愛アニメですが、曲の世界はカンさんの大好きなフランスのフレンチポップスです。その大好きな世界を佐藤さんがさらに柔らかく仕上げています。今井美樹さんの声もチャーミングでウキウキする一曲でした、と MS11 さんからいただいております。ということで、まずは一曲楽曲ご紹介していこうと思います。今井美樹さんで雨にキッスの花束を。はい、今井美樹さんで雨にキッスの花束をお届けいたしました。こちらの楽曲はですね、1990年8月29日にリリースされました楽曲で、今井さんの5枚目のアルバムでありますルトゥールに収録されている楽曲でございます。この先ほどお届けいたしました雨にキスの花束はシングルカットされていないんですけれども、シングルカットされていない中での今井さんのアルバムの収録曲の中では一番人気と言われても過言ではないぐらいすごく有名な楽曲でございます。で、こちらの楽曲を提供されたのがカンさんでございまして、まあ、カンさん曰く、カンさんの事務所関係者が以前今井さんと仕事をされたことがありまして、まあ、そのご縁でカンさんのライブに今井さんをご招待したんだそうです。で、そこがたまたま今井さんのお誕生日だったということで、カンさんがこの雨にキッスの花束をと新しい街での2曲入ったデモテープをお誕生日プレゼントにプレゼントしたんだそうです。で、そしたらそのデモテープを聞いた今井さんがこの楽曲を歌いたいということで、採用されたというきっかけがあるんだそうです。で、カンさんは皆様がご存知、日本を代表するシンガーソングライターさんでございまして、愛は勝つなどで知られておりますシンガーソングライターさんです。絶対聞いたことありますよねっていう感じで、知らぬ人はいないんじゃないかなという感じでございまして、そのカンさんのお人柄というかね、やっぱ昔の方ではあるので、こう自分のこだわりだったりとかがあるので、ちょっと気難しいところもあったそうなんですが、まあ、その分楽曲に対してのこのストイックさというか、それがやっぱりいいなと私は思っておりまして、まあ、未だ愛されるゆえんだなと思っております。先ほどお届けいたしました雨にキッスの花束をはアニメやわらの2代目の主題歌となっておりまして、まあ、原作は漫画作品なんですが、ビッグコミックスピリッツにて1986年の30号から1993年の38号まで連載されておりまして、平成元年度の第35回小学館漫画賞を受賞している作品でございます。アニメは1989年の10月16日から1992年の9月21日にかけて全124話放送されていた作品です。ということで、今回は MS11 さんからリクエストいただきました楽曲をご紹介したんですが、いろいろね、カンさんのことを調べたりとかしている中で、やっぱり流したくなっちゃったんです、カンさんの楽曲を。ということで、この番組はね、アニメソング、ゲームソングだったりっていうのにちなんでいる番組なので、ちょっと私の中で悩んだ部分はあるんですが、ちょっとね、あんまり情報とかっていう部分ではちょっと少なくでご紹介はしているんですが、楽曲だけはちょっとお届けしたいなと思いまして、この楽曲を皆様にお届けしたいなと思います。カンさんで愛は勝つ。はい、カンさんで愛は勝つお届けいたしました。いいですね、やっぱりなんかこの楽曲自身はやっぱりリアルタイムで私は聴いていたわけではないんですが、過去にね、その頑張ろう日本みたいなので、このカバーシングルみたいなのが出たことがあるんですよ。で、そういうのでこうカバーされてるのを聞いて、原曲がカンさんだっていうことをこう知っていくわけでございますけれども、で、後々それを調べたらね、声優の石原香織さんとかもそのカバーシングルの全何人ぐらいだったかな、結構すごい総勢40人とか50人ぐらいで歌われてるその
愛は勝つのカバーシングルだったんですけど、その中にも参加されていらっしゃったりとか、本当に幅広いシンガーの方、アイドルさんもしっかり、普通のシンガーソングライターさんしっかり、まあ結構アップフロント系列というか、モーニング娘さんとかね、あちらのつんくさんとか、その系列の方が結構歌われてたんですけれども、その中に声優さんの方も出演されてらっしゃったので、ちょっと今回はそのカンさんについて詳しく深掘りということは、ちょっとね、まあ、一応そのアニメソング、ゲームソングではないというところがあるので、あんま深掘りしちゃうとそういうのじゃないんだよねって人も多いかなと思ったのであれだったんですが、あまりにいい曲すぎてちょっと皆様と一緒に聞きたいなと思いまして、今回カンさんの愛は勝つもご紹介させていただきました。はい、ということでラジオネーム MS11 さんからいただいたの残り3曲ありますので、この残り3曲もまあ同じ感じで、そのねアニメソングでなるべく探してこう皆様にお届けできたらいいなと思いまして、今回はカンさんの楽曲、作成された楽曲雨にキスの花束をと、そしてカンさんの愛は勝つをご紹介させていただきました。楽しんでいただけていたら幸いです。ラジオネーム MS11 さん、ありがとうございました。以上、あなたのおすすめアニソンゲーソンコーナーでした。ハトモユにモノボース。このコーナーは私ハトに当てられましたメッセージをドドンとご紹介するコーナーでございます。今宵は一通ご紹介してまいりましょう。ラジオネーム林業さんからいただいております。いつもありがとうございます。ハトさん、皆さん、もはゆー。もはゆー。人間関係のクラッチ役こと林業です。素敵。最近 X 言い慣れないの友人から誘われて始めたアルファ U にドハマりしてメタバース空間にとらわれております。やっぱり反応がダイレクトに返ってくるのは会話の醍醐味なので、おしゃべり好きとしては楽しくて仕方がない。その代わりガトリングトークする男として名を馳せてしまうわ、ライバーさんと勘違いされるわで変に名を知られてしまっている気がいたします。そんなにしゃべり上手くないんだけどな、なぜ？ただネットストーカーとかもいるせいで、気持ち的には警備員やっているせいで無駄に忙しさがありますけど、もしご興味あればご一報していただければ、それではといただいておりました。ありがとうございます。素敵な近況報告でございますね。これパッと見さ、アルファってさ、アルファベットの A の小文字に似てるじゃないですか。最初の AU にドハマりしてに見えて、 AU?携帯のって思っちゃったんですが、メタバース空間があるんですね。私メタバース空間って聞いたことしかなくて、囚われたことがないのでまだちょっとわかんないんですけど、これのちょっと良さというか面白さ、ぜひ教えてもらいたいなと思います。ゲームなんですかね、メタバース空間のゲームとか、それともこうなんかコミュニケーション取りながらやるなのかなのかな。でもやっぱり会話ってね、まずなんかね、昼の番組とかでもよくお話しするんですけど、LINE とかさ、メールとかだとダイレクトなわけじゃないじゃないですか。その場でキャッチボールができるわけではないので、自分が送ってからしばらく経って返信来ることの方がやっぱり多いしさ、こうね、キャッチボールできるっていいよね。私もおしゃべりマンだからさ、おしゃべりしたいのよ。だけどこうなかなかね、こうリアルでこうおしゃべりいっぱいできる人って少ないもので、こういうところでお話できるのは素敵ですね。でもやっぱね、おしゃべり上手じゃないんだけどなっていう人に限って、大体おしゃべり上手なんですよ。で、お話上手な人って聞き上手なんです。これは私はすごくそうだと思っているので、きっとね、林業さんね、聞き上手なんだと思う。で、相手のお話を引き出すのが上手だから、相手が喋れるんだと思うんですよ。で、相手が喋れるから、それに対してこっちもお返事できるでしょっていうことで、やっぱね、聞き上手じゃないとね、お話ってなかなかね、キャッチボールにならないんですよ。ならきっと林業さんはね、キャッチボールが上手なんだと思います。あと相手が聞いてほしいこととか、まあ、女性なんかは特にそうですけど、そうだねって聞いてくれたら満足したりする生き物なんですよ。きっと私もそうなんだと思うんだけど、だからそれでね、会話が成り立つから、いや、すごいなと思いますよ。で、林業さん本当におしゃべり上手なんです。私リアルでね、ライブ来ていただいてお話ししたことあるんですけど、めちゃめちゃお話上手なので、私おしゃべりだからもっとお話ししたくなっちゃうみたいなのがあるので、確かにライバーさんって言われても、なんか無理はないかなって思うぐらいですね。
でもやっぱネットストーカーとかいるんだな。ちょっとそういうのはねあるから、なかなかこうオンラインゲームとか手出せないでいるんですが、ちょっとねぜひぜひちょっとこのゲームアルファ U について教えてもらえたら私嬉しいなと思いますので、ぜひぜひ教えてもらえたらいいなと思います。はい、ということで林業さんお便りありがとうございました。以上ハトモユにモノモースのコーナーでした。もゆのもゆるラジオンではお便りを24時間年中無休で募集しております。お便りフォームは市川うらら FM の公式ホームページ、ハトモユの公式ウェブサイトのリンク集、そして XQTwitter にて掲載しておりますので、そちらからたくさんのお便りをお待ちしております。でね、最近ちょっと実況できてないんですが、ハッシュタグシャープもゆラジをつけてつぶやいていただきますと、ちょっとね最近つぶやき多くなってきちゃって、全部はちょっとお返事できなくなってきちゃってるんですが、なるべくリアルタイムで返信できるようにしておりますので、ぜひ感想とかその時の自分がラジオ聞いた時のエピソードとか教えていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということであっという間に30分でございます。でね、ちょっとさっき気づいたんだけどさ、冒頭でね139回って言ったんさ、言ったので、私139回だと思ってたの。138回でした。大変失礼しました。なんかさ、100回超えたあたりからさ、今自分何回やってるか分かんなくなってきちゃって確認方法はね、昔はブログをやってて、そのもゆラジのブログ書いてたんですけど、それがなくなってから YouTube で自分が更新した回数を見て、さっきあれ本当に139回かなと思って確認したら138回でございました。一回早とちっておりました。大変失礼いたしました。ということで冒頭もちょっとお伝えしたんですが、告知とかいろいろしてるかなと思いますので、ぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。この番組は私ハトモユが毎月第1第3金曜日の深夜24時から30分間お届けしております、アニメカルチャーに特化した音楽ラジオ番組です。次回放送は7月の5日を予定しておりますので、また少しちょっと期間空いちゃうんですが、またぜひぜひ遊びに来てください。それでは皆さん、いい夜を。またねー。